無事に感謝していただきます。しょうがげ。これね、くっつくと取れないんですよね。あ、ちょっと待って、俺大事なこと忘れてる。やめやめやめ、大事なこと忘れた。今日 JA で買ってきたよかったな、20日に。あ、でもな、場所ないしね。うまい。で、これをかけるとまた味が変わるんですね。うん。今日畑やってて、友達が「いつもだったらもうこれで使えたから帰ろうかなと思った」一言くれて、また作業がはかどったり、もうやめようか帰ろうかなと思ったらまた一言くれて、やっぱ人の声っていうのはこう。なんか、なんかその、なんか大きく言うと、
極端に言うと地球が変わる一つの進歩とか、例えば俺が大家のハウス一個作って、もう帰って明日やろうと思って、もう一個作ろうで声を出してくれた。しんどかったけど、やろうかっていう気持ちになって嫌やん。もし、それが声がなかったらもう帰ってるわけよ。また違う人生。またこれも違う人生。そういうことを考えながらこうやってた。あ、俺これ一人だったら帰ってたなとか。でもこの一言で、動いたなとかさ、これはどう今後の自分の活動につながっていくのかなとか、そこまでちょっと考えたよね。体力は残ってたけども、なんか疲れたから自分の甘さ、まあ甘さ、それは甘さというのかどうかわかんないけど、まあ確かに最近もう朝から動いてもね、畑に。で、荷物もさ、何度も運ぶわけじゃん。俺の中であまりそういうバタバタするの好きじゃなかった。最近バタバタしてない。あとプレッシャーもあるし。なんか失敗したから、さあ答えは次は何だって答えがすぐ出ないよね。植物って生きてんだなって。やっぱりね、ただ俺は農業っていうかな、畑をやってるだけじゃない。やっぱ自然と触れ合って自然に耳を傾けるっていうことが、多分普通の畑の人と多分違うパターンだと思うんですね。すごくやっぱり自然に触れ合うっていうことは、やっぱり人間が持ってる、あのやっぱりこう一つ一つの細胞の DNA がやっぱどっかで記憶があるんでしょうね。そう思う。だからやっぱさ、人ってさ、ハワイ行ったり自然を見に行って癒されるの。人間やっぱりいきなりビルがあって、何でも機械があって、そんな世界から始まったわけじゃないわけじゃないですか。覚えてるんですね、生き物っていうのは。猫だってそうじゃん。ビビに教えたわけでもないのに、あのキャットタワーでガリガリやり始めたりさ、本能のままでしょう。いくら時代が新しくなっても、その子供たちはずっと同じことを繰り返してるわけじゃない。
やっぱり人類っていうのは、人はね、本当にね、忘れてることがいっぱいあるんですよ。それをいろんなこう、いろんなところに旅行に行って、地球を破壊して、それで自分の欲を満たす。それで終わっちゃいけない。人がね、人が作り上げたもの、人類が作り上げたもの、人ってさ、知恵を身につけて、他の動物たちよりも感情が豊かなわけですよ。悲しみ、喜び、怒り、すごく感情豊かに持ってるのは人間なんですね。その中から生まれたのが神ですよね。神っていうものをいっぱい種類いんじゃん、地球上でいろんなものを作り上げたわけですよ。その感情がね、例えば、人類は最初空を見上げ、星を見て、なんであそこは光ってんだろうと思い出して、今度は火を持って、なんでこれは熱いんだろう。で、空に向かって煙が上っていく。そこにこう感じ出すんですね。愛しい人が亡くなったら天に昇っていくのか。まあ、あくまで私の勝手な想像なんですけども。で、空を見上げ、そこからいろんな形を作っていくわけですよ。そして何かやっぱり、その他にない生命が持ってるその巨大な感情っていうのを向けるとこはやっぱり見えないものなんですね。見えないものって好きじゃない。占いとかさ、お守りとか、そういうの大好きじゃない。やっぱりどっかにすがる場所が欲しいんですね。そういうものをどん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 作っていって、もう最終的にもう政治も認めちゃうようなものになってるわけじゃない、そういう場所って。ただ人類っていうのはね、弱いからね、そういうものがないとダメなんだなって、そういう社会なんだなっていうのをすごく思う。それがないとやっぱりこう社会が混乱したりってするのも多分国によってはめちゃくちゃあると思うんですね。ただそれってさ、すげえ卑怯だと思うんですよね。人類以外の他の生命がそういう感情を人類ほど持っていない。何かあったら悲しんで手を合わせ、そういう日、追悼の日を作ったり。今まで人類のせいでたくさんの生命がどうなってきたのか、どういう歴史をたどって何が起こってきたのかって、国が説明してますか？悲しいですよ。嫌なとこ、触れちゃいけないとこ、気づいてはいけないことに耳を傾けない、目を向けないんです。
ここが一番大事なんです。ただそこに蓋をするっていうのが人間の一番得意なとこなんです。困った生き物ですよ、本当に。でもこれを改善することっていうのは僕にとっては難しいことではない。ただ世の中にとっては経済を守ったり生活を守ったり、そういうことを優先する限り、そういう人間が多い限り、絶対にありえない。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。最近畑で超忙しくて、まあぶっ続き続いてるけど、その前に俺の巨大なプロジェクト、山が残ってるんです。恐ろしいのはその土壌がどうなってるのか、話では聞いてるけど自分で一切触ってないからどうなのかっていうのはありますね。まあ近々そのね、山にも入り込まなきゃいけないんで、ハブがいっぱいいるらしいんですよね、山通り道だよ。以上、ごちそうさまでした。